どうも、エルザです。それでは、スプラトゥーン1やっていきたいと思います。そうですね、今回もスクイックリンでやっていきたいと思いますが、まあ、そうだね、普通にガチマをやっていこうかなと思いますんで、お楽しみください。それでは、動画をどうぞ。さあ、ネギトロ炭鉱。どう進めるのが一番ベストなんだろうね。まあ、ルート的に右が多いのかな？見てる感じ。あ、できるだけ頑張って仕事していきますか。ナイス。マジか、味方が分かってるのが一人いたね。ありがとうございます。右行って角度見極めで歩行者を打つのが気持ちいい感じかな。さあ、ネギトロ。ネギトロのあの周りの家か、アパートとかちょっとあれ見てみたいよね、中ね。全く関係ないけどさ、ゲームと。あれね、どうなってんだろうね。多分、川だけなんだろうね。あ、できるだけ。お怒りやったな。さあさあ、味方どう来る？いくよ。強いんだから。飛んでくる。まあナイス木村さんやね。お、ナイス。いや超面白い。ホコショウさ、まあまあ多分ね、すり抜けたりとかこう慣れてないんだろうけど、振ったらね、一気に持っていけてよかったのにね。さあ、まずくやっていきますか。まあでもスピーク楽しいね。あ、チャージャーカフェ。てっちゃん。チャージャー2枚に対してその編成。面白いな。編成とは何か。てっちゃん、てっちゃんして。まあ名前呼びたかっただけなんだけど。まあルートはどっちで来るかな。マイク、いいよいいよ味方さん。あ、うん、ちょっと三つまで。
ナイス。はあ、どうなるかな。あ、逃げて。まあ、チャーチャーナイスだね。あー、慣れ合いがいる。でも次仕事したら十分勝つチャンスあるから。はい、インタクト。え、いやー、味方来ないねー。あ、来たかな、やっと来てくれたかな。はい、頼んで。あ、いうちか。なんだろう、この、この、独特やな、このごちゃごちゃ感は。あ、終わった。いやー。そうか。そうか。いやー、なんだろうね、全部が全部笑いが出てくるな。あ、デス数ちょっと多すぎたね。はい、ネギトロー。いやー、腹減ってくるな、ここの名前聞くとね。さあ、どうなるかな。相手のチャージャーの出方だよね。あ、しくった。お、ナイス。いい割り。まあ、おとりになって正解だったのに。あ、倒せるかな。お猫。こうなったらね。うせやろ。さあ、しっかりと防衛に回ろう。おー、ナイス。よーら。おどっちがやられたね。飛んでいってもいいけどな。道が結構つらめだね。やっと来た。だいぶ身長流行ったね。はい、勝ち。あー、ルートやね。ルートの抑え方だ。ルート見てルートの抑え方を覚えて、でちゃんと誘導してあげれば。あれ、判定が入ったらちょっと大変なことになったもんね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。まあね、Cプラ上がりましたが、まあとりあえず自分でどうにかしないといけないね。なんでね、まあとりあえずエイム練習とかしつつ、また次回頑張っていきたいなというところですね。まあギアも揃えば揃いたいけど、
まあ、なかなか無理だろうね。ということで、またのんびりやっていきたいなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければ、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんちゃ、またな。